なんだ。あ、大磯インターだ、そこね、小田原の。この山越えらんねえのかな、どっかで。地形から言うと、こことか行けそうじゃない？さっきの軽トラが、こことか行けそうじゃないの？これ。反対側、無理かな。牛舎、元牛舎。ああ、行き止まるかな、これな。道が。こういう時って、こう山のさ、真ん中のところがね、ちょっと今へこんでたんで、へこんでたって言い方は変だけど、まあ要はこっちから見て谷状になってたんで、行けそうな、あ、行けるかな。左側にね、渓谷みたいになってるよ。すごいな、綺麗だな。こんなとこあったんだね。これ行けんじゃねえの、これ。何この橋。クロアゲハ。あ、ほら、書いてある。ここにね、谷戸川渓谷って書いてあるね。これ、やべえ、なんかこれ、なんか錆びてるし。あ、綺麗だね。怖いな、これ。これね、なんかね、これ昔ね、谷戸川渓谷って、よいしょ、なんかでこの近く通ったことあるんだよな。で、なんか渓谷があったなっていうのだけ知ってるけど、いやー、いいとこだなぁ。なんかね、箱根とか丹沢とかでもなく、大磯にね、大磯町内にこんな雰囲気のところがあるんだね。いやー、すごい、この渓谷ほんと綺麗だよ。なんか、なんかいい感じの橋だね、これ。何橋って書いてあるのかな。石合橋っていうものかな。昭和28年4月。これはなんかとってもいいとこを見つけてしまった気がする。地元の人とかもあんまり来ないのかな。なんか、なんだっけ、この渓谷の名前はなんだっけ、忘れた。渓谷をね、谷戸川渓谷か。谷戸川渓谷を、まあ、守る会みたいのがね、あるみたいですけどね。
いやー、これはちょっといいわ。なんか、これ俺今日、現茶じゃなかったら来てなかったな、これ。多分。いや、来てるか。俺のことだから来てるな。左行くと清掃とかを、の二宮の駅だから、こっち行ってみよう。いやー、神奈川県結構、T360。神奈川県奥深いね、やっぱね。書いてある。結構だし、平成15年だけどね。面白いね。お、なんか急に道路に苔が生え始めたよ。ゴルフ場の脇を通って、どこまで行けるんでしょう。結局ゴルフ場にぶつかっちゃうのかな、これ。ああ、ゴルフ場の中だな、これ。これ左に見ちゃうの、これ。これもそうだね。完全にゴルフ場の中だ、これ。つまんねえな。でも向こうに電池あるってことは道があるな、向こうは。いたたたたたた、どこまで行けるのか知らないけど、宿みたいな形。や、富士山ビュー 1.3 キロある。宿地形になってんね。そこに多分ちょっとなんか流れがあるのかな。おお、炭焼き小屋。あら、これはいけんのかな。いけんのかな。いけんのかな。なんか、いけるね。いけん。うわ、車来ちゃった。これは無理だな。これはいけないな、多分。これ行き止まりですかね。あ、取れます。あ、取れるんですか。あ、どっか抜けられるんですか。あ、あ、そうですか。あ、ちょっとじゃあ行ってみます。はいはいはい。すいません。はい、ありがとうございます。これは抜けられる。本当かよ、おじさん。すげえな、これ。おじさん4区だったろ。俺肉でもないんだけど。うおあ、一応今のところが一番ひどいのかな。あ、これ
さっきんとこじゃねえのこれ。おぶねまたゴルフ場に戻ってきちゃったよこれ。これさっきの道だなこれ。これさっきの道だよねこれ。戻ってきちゃったまた戻るのも嫌だからあー抜きだいびよっておじさん簡単にしたけど、まああそこだけだったから戻っちゃったな